それでは早速、はい、皆様お待たせいたしました。2日間にわたって行われてきましたこのギボン日本オープンスラックラインチャンピオンシップ2018女子がクライマックスを迎えようとしております。オープン女子決勝戦、選手を紹介いたしましょう。まずはビブナンバー4番フロム栃木県18歳、スラックラインインダストリーズインターナショナルプロアスリート須藤美桜。対しますはビブナンバー1番、同じくフロム栃木県の18歳、ギボンジャパンライダー岡田歩美。両者による争いとなります。果たしてどちらがこの2018年度によるギボン日本オープンスラックラインチャンピオンシップの頂点に輝くのか、皆様お見届けください。それでは参りましょう、女子決勝戦スタート。まずはライン上、ビブナンバー1番岡田愛美、栃木県18歳、ギボンジャパンライダーです。日本のトップを走り続けるホンダライダー岡田愛美、ホンダライン安定感のあるバックフリップ、そしてフロントフリップ、自らの調子を確認するかのような、そんな落ち着いたライディング、まずはファーストライドを決めています。続いてビブナンバー4番須藤美桜、スラックラインインダストリーズインターナショナルプロアスリートグローバルライダーです。2017年女子世界ランキング1位の実力者、世界のトップに君臨していた本田女子です。大きなエア、そしてダイナミックなムーブ、ウィーフォール、そんなエアが彼女の持ち味です。まずは自己紹介のようなお互いのファーストライドを終えて、ここから果たしてどんなトリックを繰り出してきてくれるのでしょうか。セカンドライド岡田愛美、まずは高田を出してくるフリーホール、こうしたスピン両方向に回転を加える、そしてアセンションワイティチェストからワイティスタート、さらに3601回転回してきます。ここでラインを一度降ります。岡田愛美、対するは須藤美桜、今シーズン行われました東京、山梨、岩手県で行われましたギボンカップシリーズ戦の中で、東京大会そして岩手大会でも優勝に輝いている実力者須藤美桜。オンザライン、フィアレス、さらにボスアップスピン、逆方向にも回転を回していくスカイダイブ、ピタリと止めてラインを譲りました。さあ、そしてゆっくりとライン側に寄ります。イメージを頭の中でしっかりと描き上げ、今それを体現しようとライン上へ岡田愛美、カットフロントのフィアレスからそのままブレンダーに持ち込みますが、ここはわずかにラインを外されます。残り時間1分を切ったところでラインを譲りました岡田愛美。対するは須藤美桜、最近ではですね、かつてテレビ番組で彼女の姿を見たことがあるという方々も多いのではないでしょうか。今マウント、バットフロント、チェストバウンスからバットバウンスへと、そしてヒートン体勢を整えします。さらにバットフロント、このままバックフィートンまで持ち込みましたが、わずか
よ。さあ対するは岡田由美。現在2日間によって渡って行われてまいりました。この日の日本プロスラックラインチャンピオンシップ決勝戦が、女子決勝戦が行われております。フィアレス、そのまま選手からフロント、さらに文字につなぐ。高さを出してくる。さらにバックフィップ、そのままフロント、さらにバックアラビアン、半回転のひねりを加えましたが、ここはわずかにラインを捉えきれない。岡田由美残り時間31秒としている。対するは1分2秒須藤美桜。ミドルから逆方向もブッダバウンス、足を組み替えたレディーバウンス、さらにバックバウンス、バウンスのコンビネーション、そしてサイドブッダーしっかりと決めてきました。バウンスのバリエーションや、そしてスタティックなトリックまでしっかりと追い出してきました。残り時間44秒としている須藤美桜、対するは残り時間31秒岡田由美。マウント、フロントからのフィード、ピタリと止めてきた。残り時間44秒、須藤美桜が今ゆっくりとラインを目指します。今マウント、大きく前へ移動しながらのアトリックバックバウンス、グランドレンジしました。さあフィートン、残り時間28秒のところで一旦ラインを降ります。さあ両者ともに持ち時間がかなり少なくなってまいりました。果たしてどんなトリックをここから繰り出してくるのか。岡田由美、シェイクダスイッチェスト、そのままブレーター持ち込みます。残り時間10秒切った。さあここでライン残す、次がラストライトとなるでしょうか。岡田由美対するは残り時間28秒ストーリオ、女子決勝戦、どちらがこの試合を制するのか。マウント、大きなフリーホール、そのままバックイップ、さらにチェスト、残り13秒のところでラウンドに出ました。それぞれラストライドへ通るカウントか。さあ間もなくこの女子決勝戦、勝敗に明暗がつきます。果たしてどちらがこの勝負を制するのか。岡田由美オンザライン、アラビアン、ここでラインを降りました。持ち時間スペードを使い切る岡田由美。さあ対するは残り時間13秒須藤美桜、この13秒で全てが決します。今ゆっくりとラインを目指す、そして今マウント、ラストライドになるでしょうか。須藤美桜バックインからフロントリップ、さあブザーが鳴りましたが、ここからの15秒間はジャッジの対象となります。フロッグリップのフィート、持ち時
時間全てを使い切りました。両者に大きな拍手をお願いいたします。日本ニッポンオープンスラックラインチャンピオンシップ2018オープン女子の頂点に立つのは果たしてどちらの選手なのか、結果は後ほど表彰式にて発表させていただきたいと思います。ジャッジホールドアップ、